ダダコロンビアですね。ダダコロンビア、一度次の泡がとても消えやすい泡なので、泡が消えてしまうとビールの液体、空気に触れて酸化してしまいます。酸化すると独特のえぐみが出てきてしまうので、なるべく消えにくいような泡のつぎ方を考えられたのが、昔東京八重洲にあったダダコロンビアというお店の新井徳次さんという方。新井さん、今はもう亡くなってしまった方なんですけれども、伝説の注ぎ手と呼ばれてまして、新井さんが作る泡の上、あまりにも濃密なので爪楊枝が当たったそうです。小麦の味わいが感じられるダダコロンビアですね。今日のゲストビール、札幌赤星のダダコロンビアです。ダダコロンビアは泡が濃密なので、降っても落ちないような泡ですね。はい、どうぞ。ダダコロンビアです。